はい、レオ捜査人今日もよろしくお願いします。続けてやってるんですけどトネルド豚チャール、チャール豚カムリだ。おー、もう2年だよ今日もよろしくお願いします。トネルドシャルターみたいなね、はい、お仕事言ってるんだけど、すげえ中で。じゃあその時言ってるんですよ、はい、オネルド、うん、でですね、そのオネルドは今日もですよ。あ、もか、今日はドと、と、これは今日、ドですと、ド何々と、これはもです、まあ、例えばそれで、あのこの調子が大事っていうのは韓国の場合はね、調子結構よくなんか省略しちゃうんですよ、早く言うから。早く言うかでもあるし、早く言ったりもあるし、うん、やっぱ韓国人はまあ、それ言っても、もし続いたらね、うん、その話はもう全然、うん、意味が変わらなければもう、どんどん省略しちゃう。せっかちですね。そう、でもなんかさっき社長なんか忘れた気がするんだけど、あ、そうか、2時間から始まりました。あ、よろしくお願いします。で、第11回11回、春コース、春コース、第11回、もうすごい続けてやってますね春コース、春コース、もう文法を攻めていきましょうっていうことで ね、やっていきますね、はい、まあ、やっぱり文化とかもすごい今までするといろいろ言ったんで、もうネタが、ちょっと決してネタが減ってからじゃないですよあれ、ちょっとなんか言いましたね。そんなことないですよね。文法を、文法をまたまとめてしっかりね、そして本当にまあ、うん、見てくれとか全国で増えてるから、はいね、そういう方にはちょっともっとこうサービス的な感じで、はい、そして関東近くにいる人はこれをきっかけに来るように、そうですね、もういい加減に来てくださいそこであのね、世田谷区に住んでてこれをね1年とか2年とか見てる人はもう来るべきですいい加減、それは思うでしょ絶対これだけは話にならないから、そんな近くにいるんだったら来てよ。ただてっぺくんも今度その2年間もう1年半ぐらいやって、ビデオ撮ってるわけね、全然韓国できないからいや、それは私がパボだからそんなことないです、ね、そんなことなくて本当にこう まとめてねレッスンしてないからですね。レッスンしてないから、ね、そう、でも本当にこう僕の生徒さんでも1年からレッスンしてた方はもうかなり喋れないんですね。さやかさんとかね、いましたね。早く帰ってきてくださいさそこでなんかもう、なんかここもうここで言ってますね。言ってますね。埼玉県すごいプレッシャー。埼玉県在住のさやかさん。それは怒りますよ。川口の早く戻ってきてください。なんか引っ越しちゃってね、引っ越しちゃってきっかけでね、まあ、仲良くしてるみたいでね、新しい、はい、なんか。それでは何々、どうの場や、はい、あ、もうの、どうですね。それを、どういう、だからさっき言ったんだけど、どうの時調子を省略するかなんですけど、うん、軽く言うか、簡単に言うと、うん、調子を省略してもいい場合は省略しちゃうんですよ、はいはいはい、例えば「わ」とか「ぬん」とか「か」とか「い」とかですね、うん、その場合は「わ」と「か」の場合は、うん、省略しても意味が通じるでしょう、うんうん、ね、例えば「そう、俺てっぺ」みたいな感じでしょ、あとは「ちょぬ」「レオ意味だ」「超レオ意味だ」それでもいいんですね。私はレオです、私レオです、でもいいんですね、うん、その感じは省略しちゃうんですよ、はいはい、でもこの「も」の場合はどうですか、省略がまあできないですよね。そう、もう省略したら意味が変わっちゃうでしょ。例えば私もっていうのは私もってことよ、ね、そう、じゃあレオヌン、うん、イスミだとレオはいますですね、うん、でもレオ、じゃあその他の人はいるかどうかわかんないでしょ、うん、レオもいます、そう、でもレオとイスミだと他の人がいて、うん、レオもいるってことでしょ、はいはい、だからよく考えるともは省略できない、そうですね、あとはレオどうですね、そう、テペヌンオプスミだとてっぺんがいないけど、とかの人は いるかどうかわかんないでしょ、うん、でも、じゃあ、てっぺくん、てっぺどいすみだと、まあ、他の人もいると、そうです、てっぺんもいると、そう、それで、その時はもう使うんですね、どうですね、そうそうと、うん、それと、だからそういう、うん、まあ、シチュエーション考えて、それ日本語と同じでしょ、同じ感じで考えるんですよ、はいはい、で、みんなこう、日本語はもう普通に慣れちゃって、うん、日本語考えないって思うんですけど、まず本当にね、僕の先生もみんな言ってるんですけど、韓国語を学ぶことで正しい日本語をまたそうですね、こう思い出すっていうか、うんうん、だからその先生もなんか観光を勉強したくに日本語は真面目になったっていうはいはい、はい、で方もいらっしゃるんですよ、はい、もう本当にハングルもやっぱ大事なんでね、うん、ハングルわかんない人は DVD そうそうドオプスムニカなので、え違う DVD ドイスミダですよ、ドイスミダDVD もないですそうだ DVD ドイスミダ、イスミニダDVD もありますので、そう、そこで勉強してるんですね、はい、とかキムチドイスミダ、イスミニダ、そう、それ他にもあって、例えば納豆もあってキムチもある、だからもう最高だな納豆キムチ腹減った納豆があってキムチあったらもうご飯でご飯がない
それは最悪それ最悪だな。それだったらもう何にもない方がいい。そうそうそう、納豆キムチだけ食べるとそれ話になる。ご飯欲しい、そう、はい、と感じでお待ちください。何々もうですね、もう、はいはい、と、じゃあそういう感じで今日もここでしましょう。じゃあオヌルドカムサンビだ。あ、それもいい。今日もカムサンビですよ。オヌルドカムサンビだ。だから学んだのか、すぐやった意味分かった。オヌルドは今日もですね。そうですよ、うん、そうなんで実際に使ってみると分かるんですよ。今までただ丸覚えしてたけど、そう、それはダメなんですよ、うん、だから大人は理解しなかったんですよ、うん、だからそのためにやっぱりこう切って一緒にこう喋んないとやっぱ分かんないんで、うん、じゃあオヌルド豚カムニだ。そう、オヌルドカムサミダ。あ、違う、オヌルドカムサミダ。また始まる。オヌルドカムサミダ。はい、カムサミダ。